読売新聞の清永です。ちょっと話が戻りまして、近現代史の施設の関係なんですけれども、はいはい、市長が最初にこの話を発案されたのがもう2年ぐらい前なの で、ね、ちょっと改めてなんですけれども、その、まあ、先ほどもちょっとありましたけど、別の話で本来国がやるべきことだと思うんですけれども、うん、その大阪市が、先導してやるということ その意義付けを教えてもらえますか。いや、それ国がやらないから、僕が今できるのは執行権を持ってるのは僕で、大阪市内なんでね、だから大阪市でやるということなんですけどね、本来だったら国でやらなきゃいけないと思いますよ。だから大阪市でもしそういうことをやって、どうなるかわからないけども、いろいろ反響が出てね、ちゃんとこれ、やらなきゃいけないよねってなったら、それは国立施設にしてもらったらいいと思うし、だから日本に欠けてるのはやっぱりその何もその特定のイデオロギーとか特定のね、その今の国際秩序に反するようなその主張をね、国上げてやるっていうことじゃなくて、やっぱり過去のことについてしっかり国民に学ばせて、でやっぱりさっきの僕の息子の言葉じゃないけれども、英霊に対するね、尊崇の念を抱く、まあ、これは方法についてはいろんな今議論ありますよ。それは靖国の参拝の是非でいろいろあるけれども、でもやっぱりそれは靖国の問題とは別にもね、やっぱりその先祖に対する、まあ、いわゆる英霊に対する尊崇の念というもの、これやっぱりね、僕子供と話をしてみて、これは僕は教育が良くないというふうに思ってますけど、抱いていませんね、全然。だから僕は今話してます。昔からそうだけれども、さ話して、まあ、僕もじいちゃんからそういう話聞いて育ったっていうのもあるんだけど、そういうの話して、でだけどそこで、またあれだけど、日本の国のことについての行動について、それがいいか悪いかとか、まだそれはね、なかなか難しい、まだ 年としてもそれは難しいんであれば、でもそれで命を落としたことは間違いないわけでね。でどういう国を目指してるの、やっぱ戦争のない平和な国をみんな目指してたわけですよ。早くこんなバカみたいなことはやめたいという思ってた人も多かった。でそれが今になってね、ちゃんと答えてるのと、そういう人たちに対してちゃんとお前答えてるっていうふうに言ったら、もうやっぱりそこで、反省したとか頑張らないといけないと思ったって、やっぱりみんな子供そう思うわけですから、それやんなきゃいけないんじゃないですか。でその、まあ、一つとしてどういう近現代史の教育施設がいいのか正直分かんないです、これ難しすぎて。だからまずは東京裁判というところから取り組んでいきますけども、まあ、どんどんこれは広げながら、やっぱりちょっと日本はね、そういうことをやらなさすぎて、でこういう話をやると朝日新聞や毎日新聞が過剰に反応して、政治家もビビっちゃって、みんな誰もやらなかったから、国がやらないんだったらだから大阪市でやって、まあ、批判も来るんだろうけど、まあ、それは批判は批判できてまた議論したらいいんじゃないですかね。まあ、とにかく過去の戦争ということについて、やっぱり今の子どもたちはあまりにも知らなさすぎるし、考えてもいないし、教育現場もそれを避けようとするし、まあ、一種のイデオロギー的なことになってしまって、まあ、イデオロギーに用いられてきた。でこれはまあやっぱ戦後教育の最大の僕は失政だと思ってますんでね。だからといって美化しちゃいけないし、正当化しちゃいけないし、だから何をどう伝えるのかっていうのは、それは専門家や教育委員会に考えてもらいます。それは僕が言うことじゃないと思ってるんで。でもちゃんと過去の戦争について子どもたちに認識させて、で頑張らないといけないよねと、粗末に自分の命も、他国民の命を粗末にしてもいけないけど、自分の命も粗末にしちゃいけないよねっていうことをしっかりとね、やっぱり考えさせる、もう僕はもう最大のね、これ教材に、もう一番最高の教材に、まあ、させてもらいたいという思いで、だから遺族会の方にもこれからお話をさせてもらってね、そういうことで協力してもらえるんであれば、まあ、遺族会の方ともですね、まあ、連携もしながら、やっぱり子どもたちにしっかり伝えていきたいですね。まあ、それが戦後70年という、まあ、節目を迎えて、これはもう大阪市として大号令かけて、来年それをこっち側で、大阪城の400年やるでしょ。であれでわーってこう楽しいねということで盛り上がる、あれも重要ですけども、ちょうどこの70年の節目でね、両方やらなきゃいけないということで、2本の柱でね、来年大阪やっていきたいと思いますけどね。もう1点だけ、これまでの発言の中で、テーマをどうするかというのはいろいろあったと思うんですけど、その中で東京裁判を選ばれた理由を教えていただけますか。いや、だからそれは東京裁判というものを考えることによって、そこからいろんな考える問題派生していくんだろうと、これは専門家の検討結果です。
あの題材はいろいろテーマは僕の問題意識っていうのはいろいろ専門家の皆さんにもお伝えしてたんですけども、そこでいろいろ議論した結果、まあ、東京裁判とまずはやるんだったら、試しでというかやるんだったら東京裁判が一番適切だろうという、もうこれはもう専門家の意見ですからね、まあ、北岡先生中心に考えてもらったので、間違いないと思いますよ。だからどういう内容になるかこれ難しいですよ。やっぱりね、最初これは大阪府の方、大阪府はだから乗っかってきて乗っかってくれないんですよ。これやっぱり行政としてやりたくないから、こんなめんどくさいこと。だからこれもうメディアからも批判来ること間違いないし、左右両団体から文句が来ること間違いないですから、こんなのやりたくないんですよ。でもまあやっぱりこれは日本のためにやらなきゃいけないということで、まず来年東京裁判で一回挑戦して、でうまくいけば広げるし、まあ、僕はこれは国のね方が動いてね、やっぱりしっかりこういうのは国立でやるべきだと思うんですけどもね、大阪市でやるのはやっぱり限界があるから。